はい、山田です。続けてのベイの紹介なんですけども、本日紹介するのはこちら、BX33 ライスタイガー 360U ですね。私の好きなトラモチーフのベイが来ました。で、裏面はこんな感じ。使用者七色シグル、七色マルチさんのお姉ちゃんなのかな、わかんないけど、3タイプ複合、攻撃防御持久3つの性能を兼ね備えたブレードとビットの組み合わせ、あらゆる相手のバトルにも対応が可能。強くね。ブレード、バイスタイガー、アッパーバー、ダンバーバー、スマッシュバの5つの性能を合わせ持つ。それこれすごいね。歯の向きが全部違うってことですね。で、ラチェットが、360ですね。これは出てたかな。で、これ新しいパーツ。ユナイト。ビットユナイト。球状の軸先の先端を平面にしつつ、中央の突起を設け、回避、ダッシュ、カウンター3種の起動を可能にしたビットってことで、ポイントビットの、上位互換版ですかね。バースト自体のユナイトと同じ文言ですね。それではちょっと開けていきましょう。これで3つのパーツで揃いました。ユナイトはうーん出てないように見えるけど、まあちょっと後で回してみましょう。で、こちらの3つのパーツを組み合わせて、バイスタイガー 360U の完成ですね。かっこいいですね、ドラモチーフ。それではちょっとね、回してみましょう。ちょっと強めにいきます。3、2、1、ゴーシュ。なかなかパワーがありますね。3、2、1、ゴーシュ。ちょうどちょっとレオンクローあるんで見てみると、ポイントビットの方が突起は出てますね。こっちユナイトはちょっと出てないかな。なんでちょっと停滞させるのは持久はちょっと難しいかな。じゃあ、せっかくなんでちょっとバトルしてみましょう。
ゃあレオン、せっかくだからレオンクローとワンセットいってみましょう。3、2、1、よし。スイングフィニッシュ、レオンクローにワンポイント。3、2、1、おーし。スイングフィニッシュ。意外と持久ありますね、この軸。3、2、1、おっしゅ。あ、ちょっとシュートミスしちゃったかな。おー、スピンフィニッシュ。どちらかというとテーパー寄りですね。テーパー丸くした感じ。じゃあちょっと各パーツ重量チェックしていきましょう。ビットユナイト 2.14、 ラチェット 360 6.31、 ブレードバイスタイガー 34.52 ですね。あ、ちょっと重めですね。じゃあちょっとパトル続きいきましょう。1、2かな。3、2、1、ゴーシュ。オーバーフィニッシュ。レオンクローに3ポイント。3、2、1、おーし。あー、スピンフィニッシュ、負けちゃいましたね。相性的にはあんま良くないのかな。まあ同じバランスタイプってことなんで、まあ運もあるでしょう。バク転世代のね、ビャッコドライガー大好きな俺にとってはかなりこれ相棒にしたいですね。そんな感じで、BX33 バイスタイガー 360U の、開封レビューバトルでした。バイバイ。